サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは布バスケットです。このように持ち手付きです。サイズは横幅26センチ、高さは11センチ、17センチのまち付きです。このようにトイレットペーパーを収納することもできます。ちょうど便利なサイズになっていますので、小物の整理にもとても役立つと思います。こちらは見本で作ったヴィンテージ風の布バスケットです。このようにお花や観葉植物を入れて飾っていただいてもおしゃれだと思います。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。布バスケットの材料を紹介します。本体の表地と裏地はどちらもサイズは縦13センチ、横幅 41.5 センチを表地2枚、裏地2枚ご用意ください。表地には接着芯を貼ります。接着芯もサイズは縦13センチ、横幅 41.5 センチを2枚ご用意ください。底は縦19センチ、横幅28センチを表地1枚、裏地1枚ご用意ください。こちらも表地には接着芯を貼ります。接着芯もサイズは縦19センチ、横幅28センチをご用意ください。今回は裏地にはキルト生地を使用しています。持ち手は縦20センチ、横幅7センチを2枚ご用意ください。持ち手にも接着芯を貼ります。接着芯もサイズは縦20センチ、横幅7センチを2枚ご用意ください。今回はこちらのタグとチャームを飾り付けします。飾り付けはお好みでどうぞ。本体の表地と底に接着芯を貼ります。同様に表地本体の方にも接着芯を貼ってください。持ち手にも接着芯を貼ります。同様にもう一枚にも貼ってください。持ち手を作ります。上下を1センチずつ折ります。上下を1センチずつ折りましたら半分に折ります。もう1枚も同様に折ってください。折りましたら両端を端ステッチします。もう一枚も同様に縫ってください。それでは表地にタグを縫い付けます。飾り付けはお好みでどうぞ。今回は表地の中央にタグを縫い付けます。今回は上から 3.5 センチのところにタグを留めました。周りを縫い付けます。表地と裏地をそれぞれ中表に合わせて縫い合わせます。
両脇を縫い代1センチで縫います。裏地も同様に縫ってください。表地と裏地の本体の脇の縫い代をアイロンで割ります。表地と裏地の底に半径5センチのカーブを描きます。このように紙にコンパスなどを使って半径5センチのカーブを描いておくと便利です。4つの角にそれぞれ半径5センチのカーブを描きます。描いたカーブの上をカットします。裏地の底にも同様に半径5センチのカーブを描いてカットしてください。表地と裏地の本体をそれぞれ底に縫い合わせます。まず本体の方に合い印をつけます。脇と脇を合わせて中央に印をつけます。印をつけるのは底と合わせる側の方に印をつけてください。どちらにも印をつけました。底の方にも印をつけます。半分に折ります。こちらの印と本体の脇を合わせます。そして横方向にも半分に折り、中央に印をつけます。横方向の中央の印と本体の中央を合わせます。このように本体と底が中表に合うように合い印を合わせていきます。脇とこちらの印を合わせます。このように4箇所の合い印を合わせました。そうしましたら残りの方も少しずつ合わせていきます。このように合い印側から少しずつピンで留めていくと合わせやすいです。このように合わせました。そうしましたら縫い代1センチで底を縫います。裏地の方も同様に4箇所の合い印を合わせて底をピンで留めて縫い代1センチで縫ってください。
端も同様に縫ってください。表地と裏地がこのように底を縫い合わせました。今回はカーブの部分に切り込みを入れずに縫い付けましたので、このように本体の上の部分が上に上がっているような、このような状態になっていると思います。カーブの部分に切り込みを入れます。表地に持ち手をつけます。このようにまず表に返してください。そして脇から3センチ3センチのところに印をつけます。印に合わせて持ち手を留めます。この時、持ち手がよれないように気をつけてください。持ち手を留めましたら、端から5ミリのところを縫います。もう一本も同様に縫い付けてください。表地と裏地を縫い合わせます。裏地の中に表地を入れて中表に合わせます。袋口をピンで留めましたら、こちらの脇の持ち手の部分は外して、だいたいこの辺りに返し口8センチから10センチ開けて縫い代1センチで縫います。返し口より表に返します。表に返せましたら袋口を整えます。
返し口は1センチずつ内側に倒して合わせます。袋口を1周端ステッチします。袋口を端ステッチしましたら、本体をアイロンがけしていただくと綺麗に仕上がります。最後にチャームで飾り付けをします。飾り付けはお好みでどうぞ。こちらで完成です。布バスケットが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。